日45回目おうちサロンチャンネルです。本日の出演はルルハナコ、キャプテン、ユーリカさん、シリョクさん、メモリー D さんです。よろしくお願いします。今日のテーマは、夜祭りを終えてです。はい、よろしくお願いします。お願いします。シリョクさん、今日は出た感想どうぞ。はい、楽しかったです。お客様は、お祭りに来られる方の方が多いから多くは来られませんでしたけど、やっぱりアットホームな雰囲気で和気あいあいとしているのがすごくいいと思いました。でもね、しのくさんを目指して一人の男性走ってきました今日。ありがたかったです。宇都宮からわざわざ。宇都宮だったんですか？そうなんです。本当ですか？大ファンなんだ。どれがいいですか？ここに目指してきました。ありがとうございます。ありがとうございます。知らなかった。じゃあ、メモリー D さん、今日は初参加ですか？どうですか、感想は。初参加だったので、すごく緊張しましたけど、周りの皆さんとスタッフの皆さんがとても温かくて、自分の必要なものと不必要なものが見えてきたので、とても良い参加になりました。ありがとうございます。なんか、随分ご盛況でしたよね。ね、何人だったの？100人ぐらい。そんなにやったんだ。77人です。はい、じゃあヨリカさん、今日感想。なんかヨリカさんは今日は全然人が来ないっていうことで、全然お釣りも取らなかったという。全然そこで失礼しました。なんかね、大盛況でしたね。ね、でも今日ヒサクさんのリーディングもしていただくことができて。初めて？初めてでした。いつも気になりながら、なかなか機会がなくて、いい機会で、すごい的確なお答えをいただいた感じで鳥肌が立ちました。だから私も施術をするしながら、自分も受けたりとかで楽しませてもらえます。ちょっとメモリーオイルも行きたかったんだけども、そこが行けなかったのが残念です。なんかね、今日メモリーオイルさん、私初めてね、施術受けたんですが、なんかもう一人なんかメモリーオイルさんが現れちゃって、入るそうですよ。あ、そうなんですか。同じ施術の。あの方、ね、全く知らないんだって。そうなんですね。まあね、いろんなご縁でね。はい。これですよ、これね。これメモリーね。メモリーね、素敵よね。これ何用ですか、これは。これは成功です。おう。あ、新玉さんはそれで、今家を片付けてますから、4月から本格始動するみたいです。はい、だから新玉さんだから始業ね。始業、始まるのね。じゃあ、なるほど。ルーさん、引き続き。はい。はい。まだ始まる前に行ったんですよ。キャプテンさん行って、その後に私行って、もちろんですよ。私だってラッキーカラー赤だもん。いや、赤はね、やっぱり自分の色だからね。で、ミステリーパワーっていうね、オイルもやっぱり赤だったっていうことで、一番いい匂いでしたよ。メモリー D さんね、今日初めて会ったわけじゃないんだけどね、セッションは初めてでした。はい、で、そうなんだ、なんか願いが叶いそうなね、なんかずっと自分の腕が匂ってたっていうね、そういう状況でした。全体の回の感想です。全体の回、ちょっと今日の回は申し訳ないけど告知が薄かったので、ちょっと心配してたんですけれども、そのうち賑わってきてくれて助かりました。私も一人で終わんのかなぐらいに思ってたんですけど、でも何人も来ていただいたのでありがたいなって思いました。はい、ありがとうございます。はい、そこはなんか皆さん伝えたかったですか？告知とか何かありますか？あ、今は特に。じゃあ雑談ですが、今トンデンにいるんですが、なぜトンデンですか、ご存知ですか？トンデン、北海道にちなんでですか？そうなんです。本店は、トンデンは北海道なんです。そうなんですね。北海道フェアをよくやってるから、そう、トンデンが北海道フェアを北海道やってるなと。本店は北海道。本店、あ、そうなんですよ。本店は北海道。あ、北海道なんですね。社員さん、皆さん北海道から来るんです。そうです。パートさんは地元の人ですけど、社員は全部北海道です。北海道愛すごいですね。そうですね。私も北海道の函館なんですが、トンデは行ってまいりません。函館にはない。函館にはないんです。札幌とか札幌なんです。結構多いですね、札幌は。函館はそういう外の店はね、出ない、なんかね、土地柄みたいです。マックもしてないです。だからコンビニも北海道独自のコンビニしかありません。セルフマークされているんですか？セルフマークとか、パテガストアとか。で、ハンバーグショップはラッキーピーローというね、ご当地バーガーショップがあるもんだから、マックも入れません。そっちに行ってみたい。入れます。そういう立場なんです。ラッキーピーロー美味しいね。
函館行ったら、しっかり行っておきたいですよ。行ってほしいですよね。でも函館支部がね、落ちたのもね、できたので、函館、イベントの時にどうぞ大野さん行かれてください。その時にね、引っ掛けてラッキーピエロも行ったらどうですか。うちは函館支部のメンバーです。メンバー支部長とかね、じゃなくて、ただ平メンバー。支部長だと思います。支部長にはなれないんですよ。行ったり来たりできませんよ、あの方法。無理。ということで、はい、なんかこのアンダーアート、アンダーアートですよ、これは。アンダーアートというカフェ、お知り合いカフェから、このコーヒーをね、いただいたんですよね。このお味はどうでしたか、お味は。炭火コーヒーっていう感じで、炭火コーヒーで、いただいたんですけどね。苦味が、あり、とても美味しいコーヒーだと思いながら飲んでました。ここは、御徒町ですよね。おかちまちね、上のね、なんか1周年記念みたいですよね、1周年、ね、まあそのうちに近かったら行きましょう、皆さんも行ってください。はい、それじゃあ、今日のエトをお願いいたします。明日運気のいいエトさんはネズミ年さんです。やりたかったことがどんどんスムーズに進む日です。自分の力を出し切れる日でもあるので、明日一日朝から夜まで気が抜けないと思いますが、頑張ってください。はい、じゃあ今日の夜祭りの全体的な感想で締めてください。そうですね、私とゆりかさんの2ブースだけかなって思ってたら、司局さんとそれからメモリーオイルさん、が来ていただきまして、結構4ブースあっただけに大好評だったんではないかなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さんさようなら。